リュウマン教は、中華民国の女性。チベット生まれ。父は、新末の中倉大臣や、パンチェンランマ旧世の秘書を務めた、リュウハナ君。母は、チベット族。イスラム教徒。父は、海賊ではあったものの、代々ラサに居住していたため、宗族、言語もすでに、チベット化しており、マン教も、やはり母語は、チベット語であった。 1911年夏、新朝滅亡に伴う混乱があり、リューマン教の一家は、インドのダージリンに逃れている。1918年、リューフ氏は、北京に移る。マン教は、北京第一小学に入学して中国語を学び、成績は優秀であった。その後、北通州女子師範に入学したが、19歳の時に、父母の原名で退学。 親が決めた男と結婚している。しかし、これは、万教の本意ではなかったため、間もなく離婚し、師範に再入学した。卒業後は、チベットの衛生と教育のために働きたい、との願いから、同性委員の看護師となっている。1928年冬、国民政府が妄想委員会を設立した機会に、ダライラマ13世が死者として、 ロサンパさんを派遣してくる。ロサンパさんは人手を介して、通訳として、リューマン教を招聘し、共に、紹解席と会見した。小は、リューの中倉双方の言語能力を称賛し、数日後、国民政府一等書記官に任命した。翌1929年、ダライラマとパンチェンラマとの間で抗争が発生し、国民政府中央は、 その朝廷のための使者を派遣することになる。この時、龍満ーは自ら志願して死者となった。同年7月、リは南京を出発し、四川省、成功を経て、チベットに入り、1930年2月、ラサに到着した。約3ヶ月のラサ滞在の間、リはダライ・ラマと3度会談し、国民政府との通行の利をといた。 その結果、ダライ・ラマは、南京に、チベット代表を駐在させることなどに同意している。任務完了後、リューマン教は、インド経由で、カイロ帰国し、帰国後は、各界から大歓迎を受けた。1932年夏、成功、チベットの第二次投査に赴いている。リュの二度の投査記録は、コーグラ者としてまとめられ、1933年11月に、 出版されている。ただし、劉本人の手による、投査記ではなく、彼女の口述等をもとに、小祐新という人物が書きまとめたものと、推測されている。日中戦争勃発に際しては、劉は、他の成功、チベット出身人士と共に、抗日声明を発表した。1941年、病没、去年36、劉万強別影。 ありがとうございます。